テーマは宗達。風神雷神図を描き、日本美術に新たな風を巻き起こした絵師俵屋宗達の生き方を滝音流に表現します。常識にとらわれない新しいよさこいをぜひご覧くださいというコメントをいただいております。チームを代表して西澤里奈さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います。西澤さん、意気込みをお願いします。はい、皆さんこんにちは。高知県から参りました滝音と申します。本当にね、高知のよさこい祭りに引き続きまして、こんな風に皆さんの前でよさこいが披露できるっていうのを本当に嬉しく思います。いろんなことを気をつけながらになりますけれども、一生懸命踊っていきたいと思いますので、皆さん最後まで、ご声援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは準備をお願いします。タキヨン、そうだ、
崎庵でした。